二階堂ふみ、二階堂ふみ、二階堂をふみ,み、1994年9月21日体は、日本の女優、ファッションモデル、タレント、沖縄県那覇市出身、ソニーミュージックアーティスト所属。幼い頃より映画好きの母に連れられて、映画館へ足を運び、映画女優を志す。12歳の時にフリーペーパー。 沖縄美少女図鑑ボリューム4掲載のグラビアでデビュー。そのグラビアがマネージャーの目に留まり、沖縄に駆けつけたマネージャーによってスカウトされ、芸能界入り、ローティーン向けファッション雑誌、ニコラの専属モデルを務めるなど、ファッションモデルとして、ファッション誌や広告へ出演。2007年にテレビドラマ、受験の神様で、女優としてデビュー。2008年12月、 ソニーミュージックがプロデュースした、携帯音楽ドラマ、同 MO の一編、君に歌った、ラブソングで初主。2009年公開の役所工事初監督作品、ガマの油でオーディションを経て、ヒロイン役に抜擢され、劇場映画デビュー、ポスト宮崎葵として関係者の注目を集める。沖縄と東京を行き来しつつ、仕事をしていたが、高校進学を機に上京。 2011年には、ロックバンド新生かまってちゃんをめぐる若者たちを描いた青春映画、劇場版新生かまってちゃんロックンロールは、鳴りやまないで映画初主演し、第3回多摩映画賞最優秀新進女優賞、並びに、第26回高崎映画祭、最優秀女演女優賞を受賞。また、第68回ベネツィア国際映画祭に、出品された園子温監督作品、 秘密で最優秀新人賞にあたるマルチェロ・マストロ・ヤンニ賞を受賞。2013年には映画、秘密、悪の教典での演技により、第36回日本アカデミー賞、新人俳優賞を受賞。また、出演映画3作品、の男、地獄でなぜ悪い、49日のレシピでの演技が評価され、第35回横浜映画祭を呼び、 第56回ブルーリボン賞にて、助演女優賞を受賞。また、2013年3月には、舞台、八県連で、初舞台を踏む。高校3年生だった2012年から2013年に、かけては、複数の映画や、テレビドラマの撮影で多忙を極めたことから、現役での大学受験を断念。撮影現場にも参考書を持ち込んで受験に備えると、2014年、一で、 慶応義塾大学総合制作学部に、栄王入試での合格を果たす。2014年には映画、私の男でこれからの活躍を期待する、若手俳優に贈られるニューヨークアジア、映画サイライジングスターアワードを、日本人で3人目の受賞。また、日本映画、テレビプロデューサー協会よりその年に、最も活躍した将来有望な俳優に贈られる2015年エランドール。 超新人賞も受賞した。2016年1月より、日本テレビ、ぐるぐる99の人気コーナー、グルメチキンレイス5チになります。パート17にコーナー史上最年少の新メンバーとして出演し、同時にバラエティ番組へ初のレギュラー出演となった。出演を引き受けた理由について、知名度を広めたい、と思いまして、と回答している。 2017年のパート18にも引き続き出演し、お芝居の方に集中させていただきたいとして、同年11月23日放送分をもって、卒業するまで2年間レギュラーを務める。2016年9月23日に、日本テレビ系金曜ロードショー、特別ドラマ企画、ガッパ先生、で、テレビドラマ初主演。2017年11月23日放送の、 ぐるぐる、ナインティナインにおいて、ゴチになりますを卒業することを発表。2018年放送の NHK 大河ドラマ、西郷丼では、西郷隆盛の2番目の妻で、西郷が、奄美大島に流刑となった時の島妻となる、相仮名役を講演し、西郷役の主演、鈴木良平からは、感性の化け物賞賛を受ける。一方で、ジル、双葉社、ポップイ、 マガジンハウス、ナイロン・ジャイアパン、カエルムなどのファッション誌に連載を持ち、小説新調、新調者に、小説、ただいま分筆修行中を執筆するなどの分筆活動を行い、2018年4月には、ファッションモデルの元イよ、リナを被写体として、写真集、月刊シリーズの復刊となる、月刊元イよ、リナ、夏写真、二階堂ふみ、小学館を発表し、 写真家としてもデビューを果たす。写真集、月刊シリーズの復活版、月刊コムアイで、友人でも、ある水曜日のカンパネラのコムアイを撮影し、カメラマンを務めた。憧れの俳優に、ブリジット・バルドーや、ジーナ・ローランズ、高峰・秀子スティーブ・ブシェミを挙げている。音楽は、洋楽好きであるが、桃色クローバー Z のファンでもあり、アイドルが好きなんじゃない。 桃黒が好きなんですと語っている。まだグループが無名だった桃色クローバー。改名前の名称。メンバーは6人の頃からライブに足を運んでいる。主演は役名を太字で表記。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。